はじめまして、こんにちは、えー。京都産業大学経営学部准教授の伊吹でございます。あの私はですね、えー、普段あの経営学部では、えー、と広告広報というあたりを専門にして、えー、授業を行っております、えー。ゼミ等もそういうテーマでコミュニケーションのことを行っております。 でまたそれとは別にあの先ほど司会よりありました通りキャリア教育研究開発センターの運営員というものを務めておりますが、えー、これはあのキャリア教育の、えー、授業の一環でありますオーシフ PBL という授業を、えー、担当いたしております、えー、その関係上ですね、えー、そちらの授業のお話も少しはさせていただけるかなというふうに考えております、えー、早速なんですが質問というふうに、えー、大きく目を打っておりますけど 若手社員の人材育成、お困りではありませんかというところで始めさせていただきたいんですが、半数以上の会社さんが人材確保には満足していないというふうに答えているというのが現状であります。若手社員、どんなんがおるかという話で、あの私ども個別にです、ね、いろいろとお話をお伺いをすることがございます。言われたことしかできないですとか、言われるまで動かないと。もう一つはですね えひと一言でまとめて申しますと、まあ、自ら考え行動できる人材というのがなかなかやっぱり最近減ってきててきるんかななとという,ふうなことを感じております本学では、ね、さまざまな経験知識の生かし方を要請するそれから自ら考え行動するっていうことの癖づけを行うとそういうようなことを意識して 目の前の取り組んだことのない課題に果敢にチャレンジできるような人材を育成したいまたそのためにさまざまな取り組みを行っておりますあの2年後2015年に京都産業大学創立の50周年を迎えますが見学の精神というのはですね将来の社会を担って立つ人材の育成であるというふうに言い切っております断言をしておりますで京都産業大学の産業というのはこれは結び技だと技を結ぶんだと 技、えーまあ、ってさまざまな事物をこう生み出すということで結び技というふうに言っておるわけですが要するに残っちゃって話なんですがつまりイノベーションだということです。えー、平たく言いますとイノベーションをちゃんと起こせるような人材を育成するというのが京都産業大学が創立した時点から今に至るまで変わらず持っている方針、えー、見学の精神であります。 でこれに基づいてさまざまな活動を行っておるわけですが特に最近、特に社会に出てから役に立つと言われるようなところをいかに育成するかというところでいくつかの事例をご紹介したいというふうに思います。一つはキャリア教育でありますキャリア形成支援科目ということで19科目を開講し4500名の学生が受講を今年度いたしております。 1>, 1年次生対象の自己発見と大学生活という授業がございますがこの授業に関しましては1回生3000人のうちの70%に当たります2200人前後の学生が受講をいたしております一つご紹介をいたしますと私も担当している科目の一つなんですがオーシフ PBL というものがございます企業などから提供された課題の解決に挑戦する過程 ををを通して大学学ででででの勉学のの勉成成果を実社会で活用できるる能力を育成すすというものですつまりこれは企業様等々から課題をいただいてそれをまあ解決していくわけですでここに今ちょっと具体的に出しておりますのはこれつい先日7月の20日ですから4日前にですね京都市バスとそれから半径500メートルというフリーペーパーを出しておられますユニオンアフィニティという会社さんこのユニオンアフィニティさんから頂い,いた課題なんですが市バスの えー、乗車数をもっと上げるような楽しいイベントを企画運営しなさいという課題をいただきましたでいろいろと学生が考えましてバスで巡って謎解きをするというようなイベントをこう行ったと。 でこのような授業を通じてじゃあ我々が何をやっているかということなんですが、えー、企業からの課題を学生がチームで解決しますつまり問題解決行動というものを学ぶわけですでこれはあの一般教養大きく言うところの一般教養にあたる共通教育科目キャリあの本学のキャリア教育というのは共通教育あの科目の中にありますのでさまざまな学部の学生が集まってきておりますだからさまざまな学,学部の学生が自分たちの強みを持ち寄って えー、この間専門の授業でこんなことを学んだけどこれは今回の問題解決にこう生かせるんじゃないかというような話し合いを通じて最終的にイベントを作り上げていくと。 また本学はえっと一拠点の総合大学でありますので学部の専門の枠だけにとらわれずに総合的で融合的な教育も行っておりますその自分の学部の専門知識と他学部の専門知識を結びつけていろんなものを考えるということを日頃から行えるような人材を育成しております またこれはあの私のゼミでやっている活動なんですが、えー、これは昨年なんですけれども、えー、流しそうめんの大会をしましたで私のゼミは先ほど一番最初の自己紹介で申し上げました通りコミュニケーションに関することをやっておりますなので実はこれは流しそうめんをするのが目的ではありませんでコミュニケーションのことを学ぶのが目的ですで放置竹林という環境問題を学生が見つけてきましてその放置竹林の問題を、えー、解決したいと。 でも竹林の問題を解決するには専門家の知識があってどうこうどうこうっていう話ではなく、えー、具体的にはさまざまな人にこの問題を知ってもらうことの方が実は重要だということに学生が気づきましたじゃあ知ってもらうとなればコミュニケーションだよねっていうことでじゃあそれを啓蒙するようなコミュニケーションするようなイベントを行おうと。 またそのイベントそのもののそのもののコミュニケーションも行おうでその時に単に自分たちで好き勝手にああでもないこうでもないっていうだけではなくてコミュニケーションの勉強で学んだ知識例えば最近ですとソーシャルメディアの口コミがどのように広がるかっていうような専門知識を生かしながら活動していこうということでこの取り組みも京都新聞様に取り上げていただいたり KBS 京都のニュース番組で取り上げていただいたりとですね注目を浴びることになりました。 今までずっと教育の話をしているわけです人材採あの人事の採用どこ行ったっていう話なんですが実は本学ではキャリア教育というのと進路センター、えー、つまり就職支援というものを分けて考えておりますでキャリア教育はキャリア教育研究開発センターが主担当となって主幹となって活動してますし就職支援の方は進路センターが主幹となって活動しておりましてこの2つが手に手を取ってですね教育の部分と具体的な就職支援の部分と活動を行っていると いうことであります企業一社一社の特徴ニーズと学生一人一人の個性ニーズを合わせるマッチングをするということであのこの規模の大学としてはただあの日本全国多大学に例を見ないぐらい手厚い、えー、対応をしておるというふうに自負をしております。で本学の学生まあ昔からの京都産業大学のイメージといいましょうか元気で明るいと。 元気で明るく何かをしているように見えるということは、実際のところは自ら考えて正解を作り上げて行動をしているからこそ元気に見えるし明るく見えるんやというふうに考えているわけです。つまりそれはどこに行ってもやっていける実社会で活躍できるイノベーションを起こせるような人材だから元気で明るいというふうにとっていただいてるんだということです。 で先ほど述べましたキャリアの教育ですとか、えー、専門の教育を通じまして、京都産業大学では実社会で活躍でき、会社の中枢を担え、そして、まあえー、どこでも通用するような、そんなイノベーション人材を育てているというふうに言いたいわけです。つまり、 これは京都産業大学がずっとここ10年以上のキャリア教育の経験そして創立以来の見学の精神に基づいた人材育成のイノベーションを起こし続けているその成果の一端ではないかというふうに考えておりますこの後は少しえっと今日お越しの皆様方に呼びかけというかお願いというかをさせていただきたいと思っておりますそれは何か将来の社会を担って立つ人材一緒に育成しませんか 御社のカラーに合った人材を育成しませんかというような呼びかけであります。いやいや、ちょっと待ってよと、忙しいんやとこっちもという話になるわけですが、これは本年度の、えー、と私のゼミの場合ですけれども、えー、と学生からの、まあ、メールや電話での質問が週に1回か2週間に1回ぐらいいきます、まとめてやれよというふうに言っております。で、大学に一度お越しいただいて、学生が企業訪問をするのを2回ほど受け入れていただいております。これだけです。 でこれだけなんですが、えーと、企業の担当者様からは、すごく喜んでいただけます、なるほど、学生の考えていることはよく分かったし、しっかりものも考えてもらっていると、こういう人材であればぜひ欲しいというふうに言っていただいております。そういう学生を早めに見るチャンスでもありますし、御社が考えていらっしゃる、御社の方針であるとか、社会への貢献というものを、学生に早い段階で伝えるチャンスでもあるというふうに考えております。 学生個人とそれから会社それから社会全体この3つ三方よしの人材育成なんか大見商人のようですけれども三方よしの人材育成ができればなということで考えておりますぜひとも様々なご協力を賜れればというふうに思います残りはまとめてございまして会社の将来を支えるコアな人材の確保でもしお困りであれば 自ら考え行動できる人材を確保していただきたいというふうに思いますし活躍できる人材を企業目線で育成していただきたいというふうにも思いますそのためにはおそらく京都産業大学というのは一定以上の貢献ができるのではないかと私ども考えております